とした方がいい。誰どこ？ボス。はい、アングラーズビッグジョンチャンネルということで、帽子のポジションはよろしいですか？これでいいですか？どう？なんかほらほら変じゃない？もうちょい下じゃない？こうの方がいいってこと？そうだね。はい、じゃあもう一回。はい、アングラーズビッグジョンチャンネル、マサブルです。ヒデブルです。ヒデブルです。はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。暑い。暑い。ねえ、ほん。本当になんだっていう感じがね、夏が来て雨がザーって降ってちょっと涼しくて、また夏が来たって感じだね。なんか涼しくなりました。なんか変な今年の気候ですが、もうそろそろ7月もそろそろ7月も終わるね。もう夏本番となってまいりました。というところで、あとでちょっとショートパンツだいぶ動き出しておりますが、ちょっと説明をね、また改めてしようかなと思ってますが、先週ですね、私ね、北九州の、雪橋、オールブルーさんっていう、はい、まあ、オールブルーショップがね、はい、あるんですが、そこに日曜日ね、ストアイベントということで、アングラーズビッグジョン一応ね、代表として販売をするということで、行ってまいりました。まあ初めて九州の地で何かイベントをやるっていう、まあそうだね、東海地方であったりっていう、まあこの近辺であったら、まあちょっとはね、インスタ見てますとか YouTube 見てますっていうのはあるかもしれないけど、俺が北九州行ってなんぼのもんやっていうね、ことがちょっとドキドキしながら行ってきましたよ。どうでした？まあでも本当に心温かくね、こうスタッフの皆様も来店されたお客様も本当にありがとうございましたっていうぐらい、まあアングラーズビッグジョンを知ってる知らないは別として、人として皆さんちゃんとこう接してくれたことにまずは感謝したいなと思います。はい、ありがとうございます。アンガーズビッグジョンも順調に、販売をすることができ、あと宣伝することができ良かったかなと。北九州の行橋オールブルーのお客様、たくさんね、お話をさせてもらって本当にありがとうございました。また何かご縁があれば北九州行ってお話しさせていただきたいと思いますので、またその時はよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。なんかね、皆さんね、そのインスタグラムだとか YouTube とかで見る私と会った私と全く印象が違うらしいですよ。やっぱインスタはやっぱりさ、ちょっと怖く見えるんだよね。ごついというか怖いというか見えるらしいんですよ。で、まあ仕事上やっぱりスマイルとかね、会話するとかそういうことに関してはやっぱりどっちかというとソフトな感じで接することが多いじゃない。その印象でいくと、あれこの人本当にマサトさん大丈夫マサトさんですよねみたいな、それぐらいギャップがあるらしい。YouTube は調べてるし、まあ YouTube はほら再生回数クソみたいなもんだから見てないじゃん。でもインスタはみんな見てるじゃん。で、やっぱりインスタ見てきましたとかインスタ見てますとかって言われる人が多くてですね、印象が全然違います。本当は怖いんですよ。本当はそんな優しくないです。本当は怖いんです。めちゃめちゃ怖いです。その、ね、怖さはみんな知らないだけで。はい、基本優しいよな。はい、でこうやってやってるとまた言われちゃうじゃん。また言われちゃうじゃん。また言われちゃうじゃん。これ違うよね、今の。本性が出てしまうので、マイルド。マイルドにスマイル。
なんか言うよ。いや、とっても優しい。見た目は、いや、本当に本当に。見た目は、でもやっぱ、怖く見えますけど、本当に優しいですよね。そうね。うん。どんなとこも優しい。見た目はいかついっすよ。どんなとこ優しい。結局何でもやってくれるよね。そこみたいな。そんな話はどうでもいいです、はい、暑くなりました、はい、ショートパンツの季節がやってまいりました。さあ夏が来たぜ、ショートパンツだぜ、やれほらやれ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 、何よ何よ言うやれって、そういう感じ。前行けよ、早く。そういう感じ、行ってやれよ、行ってやれよ。黒も、黒だからこっち、はいどうぞ。おー、僕行ってよ、こっち。ショートパンツはね、めちゃくちゃ、まあ売れてますね、今売れてます、うん、ブラウンダーショーツ、ブラウンダーショーツ、あのやっぱ暑くなったせいか、まあ、あの発売当初もね、出てはいたんですけど、さらにやっぱ気温が暑くなってから拍車がかかったというか、そうです、ね、拍車がかかったすごい触る方が増えたし、拍車がかかった、ね、拍車がかかった、本当にそうですよ。ね、あのね、年齢層を問わない、ね、問わないね、本当に、うん、そう、ね、もう色違いとか、やっぱあとは形がね2種類あるんで、選べるってのがいいよね。まあ、それで悩む方も、あ、悩むんだよ。そうですね。どっちがいいかですね。へえ、はい。みんな何どっち買ってくるの？私も。さまざま。体験する人はこっちのレギュラーの方が多い感じがする。僕もレギュラー。お、そうなんだ。履いてみて。意外と細いのにね。そう。あ、なんこっちの方がいいのかな？いう方は。どうなの？ちょっとうちの客層が。ちょっとお上の方も多いので余計こっちになるかもしれない。でも楽に履くんだと圧倒的にこっちじゃん。で、まあでも伸びるし、まあいろいろと機能がねついてるからそんなにストレス感じないのかな。とってもやっぱ伸びるかな。そうですね。へえ。じゃあもう10代から70代80代までみんなに選ばれるショートパンツということで。素晴らしいパンツだな、はい、で、どんなパンツなんだい？はい、キャレイ、キャレイ、キャレイ、ヒデさんが持ってる方がワイド。そうですね、こちらの方がワイドショーツ、ワイドで、ここの裾の方が広い、ルーズになりますね、広い、はい、タイプになっております。私の方がレギュラーね、ワッペンの位置で違うんです。下の方にワッペンがついてるのがワイド、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 はい、上の方についてる方がレギュラーですね。この案明暗でしょ。でも明暗、わかりやすい、すごいでしょ。最初ね、最初はあの両方同じ場所につけようと思ったんだけど、うん、同じようなものが同じところについてたらわからんやっていう、うん、この天才の発想、素晴らしいね。天才の発想ですって。そう、場所を変えることによってもうお前ら、俺をさ、何もさ、なんていう、こう、敬う気持ちも何もないから、さっき言った通りだよ。最後は全部やってくれますから。これですよ、全て。そういうことで、全てに集約されてる、それが。言い方がね、ちょっとおかしい。それが、言い方がちょっとおかしい。全てを集、全て全部やってくれますから。何その言い方。ダリってますからね、シゲさん。ダリってますからね。寝起きですから今。シゲさん寝起きですから。寝起き。起きてー。本当に。起きてー。本当に。うん、お昼寝してはって。お昼寝ってさ、何時今って感じだけど。お昼寝です。あ、ごめんなさい、あの話のところ、うん、申し訳ない。まあレギュラーとワイドがあって、この、シリコンラバーワッペンの位置で太さが違います。あそこまで。素材はもちろんのびのびの360度ストレッチ、あって、ストレッチ、ストレッチ、ちゃんと言って、ストレッチ、そう、縦、横、斜め、縦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 、横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 、縦、横、横、縦、横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 
ストレスフリーですよ、これは。ほんと履いてもらうとみんな喜ぶよね。そう、めちゃくちゃ本当に楽。多分今回夏物を作った中での完成度的には一番高いんだよ。あと耐久性とかいろんなものを含めたら、これナンバーワンアイテムあったの、このショートパンツ。今まで不自由がほぼほぼない。もうだいぶ経つよね、デビューして1ヶ月ぐらいがちょうど。今日1ヶ月記念。今日はね、今日は何よりも軽い。軽い、確かに。もうね、余計なものがついていないと言ったらあれだけど、ボタンもついてないのですごく軽いの。実際だから九州行ってこれもう履いてくれてる人がいたもんね、何人か。ラッシュガードも結構来てくれる人もいたりとか、いて驚きよ。あ、サインとかしました？サインはしてないけど、写真は皆さんと撮らさせてもらいましたけどね。で、インスタね、フォローしなかった人フォローしたりとか、いろいろと写真撮ってね、そのストーリーズあげたりとかいろいろしましたけど、ね、だから、缶バッジその場で作ってあげて、で、シールもあげて、で、まあ、お話をいっぱいさせてもらったかな。まあ、もちろん、アングラーズ、ビッグジョンの話もそうだし、私を知ってる人がね、意外とやっぱね、こんなおじさんのことをね、本当にありがとうございますって言われてね、その中でショートパンツ履いて、やっぱここはいいねとか、いろんなこと、例えば右ポケのチャック、これ最高ねってやっぱ言われるんだよね。そう、夢と希望を言えるやつ、覚えてますか？はい、忘れてる、ほら夢と希望を落とさないようにここに入れるんだよって言ったじゃないですか。ちょっと見返してみてください。何それ、何？実用的に携帯とか落としちゃいかんに、鍵を落としちゃいかんにっていう話だよ。そんな夢と希望なんてないよ、人生。え、あると思ってんの？持ったっていいじゃない、夢や希望を持ったって。すぐ怒るやん、挟まれてる。すぐ怒る、すぐ怒る。はい、になってますね、大事なものを落とさない、夢とね、希望と、夢と希望と、何、みりん財布と携帯、財布と携帯と鍵、鍵、そんないっぱい出ちゃダメだよ、ダサくなっちゃうよ。左側は普通のポケット、あとね、褒められたのは後ろのポケット、ね、これめちゃくちゃ使いやすい、本当にやっぱね、手が突っ込みやすいっていうのと、あとワームの袋が入れやすいっていうね、意見があったよ。なるほど、うん、おかっぱり行って、ああいうあれか、そうそうそう、袋でバン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 ここに入れちゃえばいいやんみたいなっていう話もあったよ。へぇ、うん、確かにワームは大きいですもん、大きいですもんね。だからね、人によってね、こうやっぱ袋が大きい、そういう使い方あるねんなとか。何人ってこれが、あとやっぱマジックテープ、調節がいつも言うよね、うん、できるので、ちょっとちっちゃくしたりとか。若干ユーズが効くんだよ。でも毎日使わないんだよ、それ。あ、使いますよ。あれこの間俺にお前、いや、マジック使わない人そのまま履きますよって言ったやん。 あの、脱ぎ着するときはそのままもう脱ぎ着するんですけど、履いてから、使うの、あー、そういうこと、履いてから、そうですね、調節あ、そうします。なんでちょっと短めに上に履きたいときはちょっと傷をするんですけど、でちょっと緩めに、あの長めに落として履きたいときは緩くして落として履きますね。へえ、器用なことやってるやん。脱ぎ着はもう本当にそのまま。あ、そうなんだ、そのままで伸びるんで、脱ぎ着できるのね、はい、俺脱ぎ着のときも使っちゃってるやん。つい癖で開けちゃいますよね。開ける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 。ただこのチャックが便利すぎて、チャックをよく忘れるんですよ。どこの？こっち？前、真ん中？うん、もともと忘れがちな人間なんだけど、それがさらに悪化してる今。だから開けっぱなしとか8割ぐらい空いてる。じゃあ、ね、ぜひそこで注目してみてください。だから俺これ履いてる時見たら大体8割型ぐらいパンツ見えます。よく見てごらんって。もうだからみんなわーって来て、あの俺がこれ入ったら
今日どうだろう、空いてきたなみたいな。チェックしてみよう。見てみましょう。今日は空いてるみたいな。そんな感じですよ、多分。珍しい、今日閉まってる日じゃんみたいな。まだトイレ行ってないのかな。あ、そうなの、あるかもしれないですね。それぐらい多分このマジックテープのなんか良さがいいんだよって。だから俺は全部マジックテープにしたかったんだよ。ああ言ってましたよね。そうなんだ。でもまあ、でも結果的にはチャックで良かったのが、俺一人のそのチャックを忘れてしまうそんなおじいちゃんみたいなことよりかは、まあ、機能性が良ければ良かったなと思いますよ、うん、まあ一回お店で履いてもらって、うん、うん、体感してほしいな、うん、まあ、もしくはもうこの3人をこの3人を信じられないよね、誰も見てる人は。だってさ、怖い人、でかい、ね、無言の人、インチキ臭い女。うわ、ひどいこと言うよ。そのやつは誰を信じるって話よね。これを信じて買えっていう方がおかしいよね。それだとヒデさんは信じるよね。そうだよね、多分ね、うん、なんでかんだ言って、ね、うん、一番多分、一番インチキ臭い男はさ。この中で誰が一番だらしないのって言ったら、せーの。僕ですか。一番誠実そうに見えるみたいにね。おかしいよね。おかしいね。なんかお客さんはでもヒデさんを信頼するよね、みんなね。ございます。あー、ムカつく。あー、ムカつく、なんか。そうだよな、役回りだな。いや、そんなことないですよ。みんな信用してると思いますよ。え？はい。いや、俺信用されてないよ。え、信用してると思いますよ。誰が、誰が、誰の方はいるじゃないですか。信頼してきてくださるお客様いらっしゃるじゃないですか。そうだね、会社にはね、いっぱいいるよ。うん、マスクの皆さんは分からない。みんな、ちょっとうさんくささで寄ってきてるかもしれない、うん、逆に。いや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 、そんなことはないと思う、ね、あいつおかしい、頭おかしいで。そうだよ、まあ、ショートパンツは本当ぜひ履いてもらう。まあそうだね、これを何回かこう履いてくれると余計分かるんだけどね。伝わらんからね。すごい、すごい、ここはシュゲットも本当に2種類あるので、まあ履き比べていただくと、まあ、うん、両方欲しくなってる。そうだね、うん、俺は黒の両方持ってる、うん、でそのトップスのサイズで変えてる。でもどっちかっつったらこっち。最近縦長の T シャツが好きなんだよね。ちょっとオーバーシルエットがちょっともう飽きてきた。そういう人だけはこっちの方が合わせやすい。縦長が好き。縦長がじゃあこっちの形がいいってこと？そっちの方がなんか普通に戻ってきた。だいぶサイズ感的にも大きいのいいかな。でも着るだよ、着るけど、うんうんうん、この時は、はい、でもこっちのバランスは、あとは履きたい靴によっても変わるかな。靴で結構変わる。そんな感じですね。靴に合わせてもいいかも。うん、ね、靴でやってね。そう、コーディネートで変えてもいいかもしれない。そう、うん、みんな夏はこれ履きましょうよ。もうにゃんちゃんになりましょうよ。夏休みになったことだし、ね、学校のね、このもう小学校、中学校は夏休みでしょ。そうですね、はい、うん、ね、お父さん、お母さんたちももう夏エンジョイしましょうよ、ね、そうですね。ここからどうだろう、9月いっぱい、10月頭ぐらいまでどうせずっと暑いんだからさ、開けますね。まだまだ長く開けますし、でこれ水入っても全然 OK なんで、はい、うん、素材的にはすぐ乾くんで、ね、うん、ね、すぐ乾く、全然そう、ありますね。あんま水入ったもんね、一回この間。俺も何回も水入ってるけど、乾きすごい早い。だから洗濯これ夜するじゃん、朝乾いてるから。ああ、それはありがたいですよね。うん、それはいいです。うん、だまあ、琵琶湖のバディ組は本当にもう、もう全身入っちゃってるから。そうですね、全身入ってる。それでもやっぱ速乾性ってのは強いから、まあ、そういうところも、お家でお洗濯して、まあ、みんな仕事してるからさ、俺たちはさ。帰って洗濯大体しない。そう、夜します。で、朝までに乾いてくれたらありがたいもんだよね、本当はね。部屋干しですか？これ部屋干し、部屋干しで乾くの？じゃあ全然いいですね。うん、大丈夫大丈夫、
まあ、ジメジメしてるときはあれかもしれないけど、うん、普通のちょっと暑い日とかエアコン回しとかだったら全然朝乾いてる、うん、ほんでちょこっと話だけど、うん、この生地を使って秋冬のパンツが出ます。ロングってことですか？鼻膨らんだ。いいじゃん。めっちゃ履きやすそう。ショートパンツはレギンスがせなきゃ履けないけど、そっちいいじゃん。それもね、ちょっと工夫があるからね。また多分ね、びっくりするよ。おー、中に全部にメッシュを貼ります。うん、言っちゃっていいの完全に言っちゃったよね。何をなぜそれをするか。暑い時はそのメッシュが通気性を良くします、うん、寒い時はそのメッシュがあることであったかい層を作ります。へえ、そういうね、自然にあったかさっていうのを保つ効果と空気を通すっていう自然調節みたいのをしてもらうために全ストリエッジメッシュ待って完全に今なんか言っちゃいけないワードが出たような気がしますよ。そうか、大丈夫ですかね。はい、ストレッチこれ大丈夫、言い直したちょっと言ってみるじゃん。ストレッチフリスか、それは言ってごらん。いやいや、ストレッチもう思われちゃった。言ってみる。ストレッチ意地でも言わない。ストレッチです。意地でも言わないよということで、ヒデさんがショートパンツをなんか土日なんかやればショートパンツイベント、ショートパンツイベント、この週末ショートパンツ買ってくれたら何とか考えれば。あ、うん、何、ヒデさんがコーラをコーラを発注しないと。コーラプレゼント、コーラプレゼント、すごいですね。ああ、でもそれぐらいだったら全然やってもいいんじゃない、うん、遊びに来てくれれば全然いいんで、はい、お金は私出しますので、ここは大丈夫です。お金はありますので、はい、心配しないで。上に500円のがいっぱいあるいっぱいある、そう、いっぱいあるそうだ、そっからこそ毎日向かないといい。ね、九州3日間行ってて、九州3日間行ってる間に500円玉が2万4000玉。え、どういうことわざと細かくしてる。いや、買い物行ったら必ず1000円札で500円玉もらえるんですよ。それを3日間、やったら2万、今さっきまた入れたんだけど2万4000円ある3日間ジャラジャラジャラ。だから3日間で2万4000円の貯金を俺ができてるって。すごい、アホやろ。アホではないすごくもないよ。ただ500円玉が欲しいだけ。すごっ。はい、次の100万円を貯めるかどうか今検討中でございます。1本100万貯まったの大きいのありますね、うん、俺のデスクにドーンって、貯まると100万円っていう500円玉貯金、ね、でもね、あれ買うと3000円とか2000円するのね、うん、4枚とか6枚損なんだよどう思う、その件に関しては。それだったらダンボールとかに入れといた方がいい。そういうことなんだ、結局は。でも100万って書いてないと嫌じゃん。いやだ、書いてないのか、なんか手書きで。それかあのペール缶に入れるあれはすごい溜まりそうですよ。溜まりそうですね。いくらかな、あれだって2本ぐらい、3本ぐらい入りそう。いや、もっといくでしょ。4本ぐらいいくよね、多分ね。うん、下手したら400から500いくからやってもいいかもしれない。あれに一回移し替えてみて、ザラザラザラやってみる。あれめちゃめちゃ重たいね。危ない、あれ危ない。それでいっぱいになっちゃったらめちゃめちゃ重たくなる。まあそんな話はどうでもいいです、はい、じゃあ週末って何曜日になるの。
31かな、30と1かな、はい、30と31までか、30と31です。じゃあ7月の30、31、ジーンズヤマト向山店、アングラーズビッグジョン、ショートパンツお買い上げで、瓶のコーラ、コーラゼロ、ファンタ、ジンジャーエール、ハイシーオレンジ、差し上げます。まあ、それを目当てに来るわけじゃないんだけど、まあ、あのとりあえず遊びに来てください。あの中店内涼しいんで、あのひんやりしに来てください。はい、でその翌週は山床、山床、まあイベント続いて楽しくやっていきましょうよ。はい、はい、何より仕事は楽しくでございます。はい、はい、今日はそんなところでございます。あのオールブルーの北九州の皆様ありがとうございました。とショートパンツとショートパンツ、7月30、31日、ビンジュースフレジエント、マシャとか、はい、はい、以上でございます。ありがとうございます。それでは、皆様、チャンネル登録と、高評価、できましたら、コメントの方もよろしくお願いします。はい、それでは土日待ってますね。はい、お待ちしております。お待ちしております。